さあフィールドに両チーム入りまして、まもなく後半戦再開です。後半戦は琉球のキックオフで試合再開する形になります。キックオフを務めますのはフィールドゴールを決めました琉球ガーデンライオンズ50番の高見沢、明治学院大学出身のプレイヤーです。沖縄にありますもう一つの社会人チームというよりプライベートチームといっても過言ではありません、宮古島シーホースから電撃参戦したプレイヤーです。さあこのキックオフを広島どのように返していくでしょうか。これより後半戦開始です。琉球ガーデンライオンズキックオフ。広島リターンに入りました。中央に果敢に突進しまして自陣25ヤードの位置からの攻撃を確保します。この位置から広島後半最初のシリーズに入ります。さあ岩田さんも後半頑張れというメッセージが入っております。広島答えることができるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードから広島ホークスファーストダウン10。ナイスラン。何枠20番オプションプレーのピッチを受けまして右オープンを展開し攻撃権更新です。広島ホークスファースター、見事オープンへのランプレーで攻撃権一発で更新としましたのは何枠20番の玉山です。京都教育大学出身。広島ホークス自陣35ヤードからファーストダウン10。ファースト、今度は反応筆中央突破です。味方ブロッカーが作った大きな穴を一気に中央切り込みまして攻撃権更新。広島ホークスファースト、同じくラニバック20番の玉山でした。京都教育大学出身。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。岩田さんメッセージありがとうございます。期待に応えているかのように玉山選手素晴らしいランを立て続けに決めました。さあ試合再開となります。広島相手陣44ヤードに入りましてのファーストダウン10。
さあ再びランプレーを重ねます。同じくキャリアは20番の玉山、ハンドオフから密集点をつきまして約3ヤードのゲインとしています。広島ホークスセカンダウン7、ボールオンは相手陣41ヤード。ナイスダウン、ファーストダウン。今度はクォーターバック3番自ら中央へ切り込みました。今日つくように中央突進しまして攻撃権更新です。広島ホークスファーストダウン。素晴らしい判断で攻撃権更新しましたのはクォーターバック3番の山口、亜細亜大学出身。さあ相手陣31ヤードに入りました。広島ホークスファーストダウン10。サイドへのオプションプレー、ピッチを受けた20番左オープンをスピードで駆け上がりまして攻撃権更新です。広島ホークスファースト。このシリーズクォーターバック山口が玉山をうまく駆使しまして前進を図っております。広島ホークス相手陣21ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあ今度は中央へのランプレーです。ハンドオフ託されましてランニングバック20番、ディフェンス殺到する中ステップワーク小刻みに刻みまして約5ヤードのゲインとしています。失礼しました、キャリアは10番でした。10番のキャリアは才木、関西大学出身。広島ホークスセカンダウン6、ボールオンは相手陣16ヤード。今度はオプションプレーで左オープン展開を図りますがこれは琉球も対応しております。ゲイン1ヤードに留めております。広島ホークスサーダウン5、失礼しました、サーダウン4に訂正します。ボールオンは相手陣14ヤード。さあここは大きな場面になります。ここでホイッスル。広島ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。重要な局面と判断しました。ここで広島は作戦のタイムアウトを取ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様、個人の方々のご寄付によりましてこの配信は成り立ちました。そのご厚情大変感謝申し上げます。できる限りそのご期待に応えられるよう私も素人ではありますができる限りの配信をさせていただきたいと思っております。ネット配信のため状況によりましては配信の安定が伴えない場合がありますが後ほどそういった場合にはアーカイブ版を配信させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。さあ試合再開となります。広島ホークスサーダウン4。さあランプレーで入った、しかしこれは止まった。このまま好調なランで一気に押し切らんという状況でしたがこれは琉球が食い止めました。フォースダウンに変わります。
琉球ガーデンライオンズフォースダウン3フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは30ヤード、キッカーは19番の花岡、立命館大学出身。キック成功、3点獲得です。広島ホークス3点、琉球ガーデンライオンズ3点、同点となり試合は振り出しに戻りました。非常に拮抗した戦いになっておりましたが、後半広島が好調にランプレーを重ねまして、フィードゴールを蹴り込むことに成功しまして、試合を振り出しに戻しております。大変面白い状況になってまいりました。さあ、広島フィールドゴールで追いつきました。その得点を得た広島のキックオフで試合再開となります。琉球リターンに入りました。タックル受けましたが、リターナー自陣23ヤード付近まで前進し、この位置からの攻撃権確保しております。リターナーは9番の篠宮でした。琉球大学出身。さあ、今度は琉球ガーデンライオンズの攻撃となります。ボールオン自陣23ヤードから琉球ファーストダウン10。まず中央へのランプレーを投入しました。何枠10番、果敢にも密集点つきまして、約4ヤードから5ヤードのゲインとしています。何枠10番はゴヤ、琉球大学出身。琉球セカンドダウン6、ボールオンは自陣27ヤード。今度は広島ナイスディフェンス。ハンドオフプレーから QB が左オープンのランプレーをチョイスしましたが、これは広島24番見事に対応しましてノーゲインとしています。見事な対応をしましたのは広島ホークスの24番のプレイヤーでした。24番は田川。さあ、琉球サーダウン6になります。琉球ファースト、クォーターバック3番、パスを投じんと加えましたが、すかさずランプレーに変えました。 QB ドローを決めまして中央突破し攻撃権更新です。琉球ファースト見事なランで、まずこの状況を打開しましたのはクォーターバック3番の池口、日本大学出身。琉球自陣37ヤードからファーストダウン10。ナイスダウン、ファーストダウン。ランニングバック10番トスを受け右オープンへのプレー、ディフェンス殺到する中
その体をねじ込みまして一気に突破しました。攻撃権更新です。琉球ファーサーランニバックゴヤがここでチームに活を入れます。地元琉球大学出身のプレーヤーはここで活躍しました。琉球ハーフウェイからファーストダウン10。ここでホイッスルになります。イエローフラッグが投入されました。反則発生です。ディレイオブザゲーム、制限時間を超えました。遅延行為の反則です。オフェンスには制限時間があります。プレーの終了によりまして40秒ないし25秒の制限があり、この時間内にプレーを始めないと5ヤード抜退となります。従いまして琉球、ファーストダウン15で試合再開です。ボールオンは自陣45ヤード。琉球ファーストダウン。3番 QB ドローを展開しました。今日つくように右オープン展開し約10ヤードのゲインとしています。琉球相手陣45ヤードからセカンドダウン5。中央へのランプレー。攻撃権更新です。琉球ファースターランニバック10番ハンドホを託されまして左オープンに展開、そこから一気にオフタックルを駆け上がりまして攻撃権更新です。琉球ファースターさあ琉球相手陣39ヤードに入りましてのファースターン10。成功。クォーターバック3番右に展開したワイドレシーバー14番にパスを通し約3ヤードのゲインとしています。パスキャッチしましたのは14番の草開き、大阪工業大学出身のプレイヤーです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりまして広島ホークス3点琉球ガーデンライオンズ3点、両者同点で最終クォーター第4クォーターに移ります。